トマス・フィッツ・サイモンズは、現在のアメリカ合衆国ペンシルベニア州の商人、政治家である。ペンシルベニア州の代表として、大陸会議、アメリカ合衆国憲法制定会議を呼び、アメリカ合衆国会員に出席した。フィッツ・サイモンズは1741年頃に、アイルランドで生まれた。1760年までに、 ペンシルベニア州フィラデルフィアに移民し、商社の事務員として働き始めた。1761年11月23日に、キャサリン・ミードと結婚し、兄弟のジョージと共同経営の事業を始めた。その会社は、西インド諸島との貿易に特化し、41年間以上も経営がうまくいった。アメリカ独立戦争が近づくと、ホイッグ側を支持した。 独立戦争の初期には国防市民軍の中隊隊員を務めたが記録された実戦に参加したのは1776年のトレントンの戦いで正規軍を支援しただけであった。戦争の後期はペンシルベニアの軍隊を支援するために物資、船舶及び資金を供給した。フィッツ・サイモンズは1782年と1783年に 大陸会議の大議員として活発に政治に関わった。1786年と1787年にはペンシルベニア国の会議員を務めた。1787年にはフィラデルフィアで開催されたアメリカ合衆国憲法制定会議にも大議員となった。この会議では指導的な存在ではなかったが強い国家政府を支持し、 奴隷制に反対し、また輸出入品に関税を課する権限を中央政府に与えること、並びに条約を締結するときには、会員と上院に平等な権限を認めることに賛成した。憲法に署名したものとして二人しかいないカトリック教徒の一人であった。憲法が成立した後でアメリカ合衆国会議員を連続三期務め、 1794年の再選を目指した選挙では落選した。フィラデルフィアの12の選挙区のうち7つを制し、投票総数の57%を獲得した、成り上がり者のジョン・スワンウィックに敗れた。このことは、フィッツ・サイモンズ自身の欠点によるものではなく、その所属する連邦党に対する世論が、ウィスキー税反乱の抑圧の後で逆風になったことに一部は、 寄っていた。正解から身を引く一方で、市民の、また、事業の関連時では、活動的なままであった。フィラデルフィアの商工会議所会頭ペンシルベニア大学の理事、及びノースアメリカ銀行の支配人を務めた。この銀行の創設者であり、ジョージタウン大学設立の動きを支持した。フィッツ・サイモンズは1811年8月26日に、 フィラデルフィアで死に、そこのセントメアリーカトリック教会墓地に埋葬された。ありがとうございます。